中里遺跡の発掘後に建てられた小田原大ナシティ。中里遺跡一中里遺跡は神奈川県小田原市中里にある弥生時代の集落遺跡。関東地方の弥生時代の集落としては最初期のものとされる。出土品は県の有形文化財に指定されている。1952年に工場建設の際に一部が発見され、1991年から 工場跡地をショッピングセンター、ダイナシティにするため本格的に発掘調査された。弥生中期前半のものと考えられる、旧華道沿いに営まれた建穴住居跡102軒、掘った柱建物跡73棟のほか、法径集工房なども見つかっている。河原家に関しては、地元の中里式が多い中で、 瀬戸内海東部の形式の土器も発見されており、近畿地方方面からの入植者が在来の人々と共に水田工作をしながら作った集落と考えられている。また、発掘調査範囲の南西側では、弥生時代後期古墳時代前期にかけての看護集落の一部の発見された。遺跡範囲の大半が発掘調査され現存せず、 未調査の部分は地中に保存されたままとなっているが、ショッピングセンターの一角には、中里遺跡ポケットパークというポケットパークが設置され、縦穴住居跡を模したモニュメントがある。ありがとうございます。